サムラジックのことです。今ですね、サムラジブートキャンプの最終日の一番最後のテストをやってますので、ちょっと様子見てみましょう。15分測ってね、最後の総括問題として、今やっておりますね。特にね、ブートキャンプからね、工業復帰を全く初めてね、スタートしたっていうね、塾生も、2人いるんですけどね、前に座ってる男の子で、2人なんですけど、上田君も佐藤君もね、最後までね、全部走り切ってね、今ね、最終テストを受けてます。工業復帰ね、3日間でね、全部の範囲をやると。ちょっと荒漁師ですね、それをやったんですけどね、6月にね、日照簿記2級、合格しようと思いましたらね、こういった荒漁師も、ね、必要です、ね。したがってゴールデンウィークね、遊びたいところね、我慢させて、勉強ばっかりさせてですね、勉強だけをさせてですね、この3日間、やってきました。ね、講義入れますとね、5日は講義、昨日は講義でしたからね、入れますと4日、ね、連続で朝10時から、ね、夜の10時までという、ね、労働基準法には完璧に違反しているという、ね、そういった、ね、特訓をやってきました、ね。しかしですね、今ね全部終わりましてね、カリカリカリっつってね、問題解き始めて、ね、出来具合がね結構いいんですね。やっぱり集中してねガガガッとねやる、これがやっぱり一番いいんですね。でこれは一人じゃ無理ですね、みんながいるからね、教え合いながらね、で一体感を持ってね、この4日間、走り切ってきました。非常にねいい雰囲気にもなってきましたしね、このままね、一緒に受かるんだよとね、そういったね一体感、これが茨城県の日立市の三ヶ町の侍地区、ね、に芽生えました。で、この勢いでね、このブートキャンプが終わった後もね、走っていって、ね、また毎週ね土曜日、みんな集まってねやってきます、ね。合格目指してやってきます、ね。この動画もね見てるあなたもね、今から2級ね始める人もいるぐらいですからね、16月10日にね、したがってね、4月とか3月とかね、1回受けたとかねいう方はね、アドバンテージそれだけでありますからね、最後まで諦めないで、ね、走り切っていきましょう。はい、では以上です。